こんばんばは田中雅宏です、えー、今シーズン3度目の登板、えー、8回2失点で、えー、今シーズン1敗目を喫してしまいました、えー、今日は相手の加藤投手に、えー、いい投球されて僕自身がやっぱ一つこうミスしてしまったところで、まあ他にもまあもちろんミスはあったんですけどあ、まあ、ミスしたところをまあ捉えられて、まあ、それがもう最悪の結果ツーランホームランになってしまって、まあ、それで2 0で負けてしまった。 とということなので何だろうなこう自分の中で投げミスっていうのはまあやっぱり試合の中でもありますけどえまあそれがミスしても相手にこうファウルになったえー空振り取れたっていうのももちろんあるし凡イで打ち取るっていうこともまあゲームの中であるんですけどはっきりと自分の中であしまったっていう球をホームランにされてしまったんで。 まあちょっとやっぱりきつかったですねそこが。でまあ序盤からえ結構こう相手に日本ハム打線にえ粘られて球数を要してまあなかなかこうリズムに乗ってこういいテンポで投げることが難しい状況だったんですけど。 球数が増えたことに対してっていうよりは、また別のところで狙いは感じましたかね、まあでもそれはちょっと言わないでおきますけど、相手選手に見られたらあれなんで。で、しかもその球数用したところで、結局それでイ出してしまってるんで、なかなかタフな場面でしたけど、我慢だ、我慢だっていうふうに言い聞かせながらこう投げていて、まあ結果として、まあ、序盤かなり球数は多くなってしまっていたんですけど、あの、まあ8回、120球ですか。 までこう投げらあただ、えー、試合をご覧になった方は分かると思うんですけども、まあ、直球があ右左打者に、まあ、両方の打者に対して、まあ、両サイドインコースアウトコースどっちの打者に対しても今日は全然こううまく。 決まらなかったので、まあ、そこはやっぱり結構しんどかったですかね。まあ、その中でもまあ変化球が、まあ、スライダー、スプリッター、スプリットチェンジっていうところがよくて、なんとかこう、うまく使いながら、粘れたなっていうのはありましたね。いい投球されてし,しまっていた中で、えーまあ、その一発でまあ負けてしまった、まあ、これだけうやっもはっきりしてるんで、で自分の完璧な。 ミスして投げた球を捉えられて、れでも負けたっていう、もう非常にシンプルなことなんで、自分の中で、次に向けての課題というか、っていうところは、この辺はっきりしてるっていうところは、自分の中でもなかなかないことなのかなと思うので、うん、あの前向きに、次の登板に向けて、また、投球を重ねて、キャッチボールとか、遠投とか、ピッチング練習とか、いろいろありますけど。 まあもう一回しっかりとまあ両サイドしっかりと直球を投げられるようにやっていきたいなというふうには思ってます。まあチームが連勝できてたんでなんとか連勝でつないでいきたいなと思ってたんですけど、まあ、そういう結果にならずあまあ悔しいですけども、まあ、繰り返しになりますが前向いてまたやっていきたいと思います。まだまだ なんだろう仙台夜は冷えるんで、今日もファンの方々、たくさん応援してくださいましたけども、仙台に来られる方は、生命パーク来られる方は、あったかい格好して見に来てください。本日もごご視聴ありがとうございました